辛い麺が食いたきゃ丸源に来い。さあ今回なんですけれども、おなじみの丸源ラーメンさんに今回やってまいりました。ここはですね、以前に板辛ラーメンと言われる、台湾ラーメン、を紹介したお店なんですけど、なんと1月16日から新たな激辛メニューがリリースされるということで今回やってまいりました。そちらのメニューが超麻辣担々麺ということで、もうねすでにこの麻辣麺というものが紹介、リリースされてるんですけれども、3倍辛い超麻辣担々麺、今回これに挑戦していきたいと思います。これは特徴としては唐辛子とホアジャオ、のしびれを効かして、そこにね肉味噌のやらいろんなこう具材が合わさった、辛さとしびれるメニューになっております。これはね丸源ではこう全国に展開しているお店です。ぜひね今回この動画を参考にして挑戦してみてはいかがでしょうか。それではいきましょう、レッツゴー。辛さの苦手な方でもねこう食べれるような、担々麺を取り揃えてありますね。うわー、こちらが超麻辣担々麺15辛。うおすごい。いただきます。さあ丸源ラーメンさんの超麻辣担々麺15辛、楽しみですね。しびれます。これが前回の板辛ラーメンより見た目がねインパクトがすごいですね。こちら肉味噌ミンチをよく混ぜてお召し上がりください。はい、なるほど。はい、じゃあこの肉味噌ミンチですね、これですね。これをこう溶かすと美味しそうですね。これこれまず溶かしてからこう食べると全体スープ全体にこう行き渡す。うわすごいな、唐辛子がすごい量ですけども、あーこれうまそうだな。はい、あーごまの香りとかひき肉の香りがすごい漂ってきます。うまそうだ。はい、じゃあこれにこう麺を絡めていきましょうか。いただきます。これはたまりませんな。前回と違うところはごまっぽいこう香りがするけど、その後にこのホワジャオと唐辛子のこのしびれと辛みが押し寄せてきますよ。これ美味しい。ホワジャオをこう大量に使っているだけあってね、こう口の中がこうしびれできます、ね、しかしこれ箸が止まらんわけですよ。そしてこれちょっとねあんま見たことない唐辛子ですけど、こちらねこう朝天唐辛子って、ね、こう中国の、ね、唐辛子なんですけども、食べてみましょう。これは飾り付けなんだよ。そうですね、そうですね、そんなに辛くないですよ。うん、それで見た目と香り、うん、確かに噛むと香りがふわーっと口いっぱいに広がります。これやっぱこうホワジャオなんでね、お水とかお茶とか飲むとねよりこうしびれを感じやすくなるので、しびれをもっと感じたい方はぜひお水を飲んでください。そんなどういうものはいないか。麺によう絡みつきますよ、このお肉とホワジャオが。マルゲンさんはあれですね、この全国でやってますから、まあ、超麻辣担々麺ですけど、この、まあ、見た目はすごいこうインパクトありますけど、あのね、この体調が悪くなるほどこう辛みがあるっていうわけじゃないので、こう安心してこういう辛いものを食べれるような感じです。これぐらいがちょうどいいかなと、激辛を楽しむ上では。恒例の追い辛タイムといきましょうか。黒だれラー油を
2杯。せっかくね、この野沢菜ジャンも。はい。代謝が良くなるぐらいの辛みですね。そしてこれね、これたまんねえな。揚げニンニク最高、これうまいわ。最高ですね。辛いものとニンニクってこう最強の組み合わせだと僕思ってるんですよ。この揚げニンニクがよりこの食欲を増進してきます。さあ、残そう、残りスープのみとなったんで、この飲みをしてこの激辛マトのケリをつけていきます。さあ、行きましょう。ごちそうさまでした。辛いもの食べ終わったので、これで甘いものでお口の中を冷やして、ケアしていきましょう。いただきます。うまい、これいいわ、美味しいですね。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。マルゲンラーメンさんの超マーラー担々麺15から辛さレベル5です。5ですよ。バージョンのしびれがまたね、一段と食欲をそそるような味付けでした。まあそうですね、こう入ってる肉味噌が、こうバンとこう口の中のアクセントになり、非常に美味しく食べれました。やっぱね、こう全国展開してるこうお店だけあってね、本当にこれ本当にうわー、これもう本当に食えっていう感じじゃなくて、本当に良心的な辛さで、旨味も、辛さも、堪能できる非常に、まあ、病みつきの一品ではないでしょうか。はい、食べ終わった後ね、こうやって、そっとクリームで食べれば胸もお腹もいっぱいと。なおかつですね、これ、超マーラー担々麺、これ辛すぎてちょっと自信ないよっていう方は、その下にマーラー担々麺、さらにその下にこうマルゲン担々麺やら白ごま担々麺、辛さレベルに応じて担々麺を楽しめますので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。一応ですね、こちらの超マーラー担々麺は、期間限定となってますね。ぜひ早めに、来てください。売り切れたら知らないぞということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッター、あと激辛ブログも更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。またね、バイバイ。